それでは信州魅力人新魅力人ということで、はい、第1回は杉村製鋼代表取締役社長杉村博之様お伺いしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。社長よろしくお願いします。まず冒頭で申し訳ないですけど、はい、今ね会社の前で撮影してるんですけれども、はい、ね、今大変な時期だと思うんですよ。なんか設備投資新しく、ね、やられて景気は悪くない。地震の影響だとか円高の影響若干受けてますけれど、まあ、本当に若干という感じで受注も変わらず好調ですし、忙しいそういう状況ですね。この諏訪のものづくり企業みんながそういう状況ってわけじゃないですかね。どうですか、うん、人の話ですけれど、やっぱり同業の中でもかなり苦しんでる方は多いとお聞きしますね。こういう方も失礼ですけども、こういう時こそチャンスなんていうふうに捉える方も大勢いらっしゃると思いますけども、うんうん、はい、今社長の中ではどうですかこの時期。まさにチャンスだと思ってます。その、何か物を買うにしても有利ですし、その自分たちの元気さをアピールするのには他が相対的に下がっているように見えるので、チャンスだと思いますね。そんなわけで杉村製鋼さんがどんなものを作っている、どんな会社なのかということをまずお話を伺いたいんですけども、はい、杉村製鋼さんを簡単に言うと、プレスの会社ということで。そうですね、金属プレス加工の会社でして、主に自動車関連の部品を生産しており、量産しております。自動車ということは車に使われる部品なんですね。そうですね、はい、でそのプレス加工っていうのは金属を打ち抜くというか、そうです、部品ですよね。はい、いわゆるそんなにその難しい部品じゃないわけですかね。どうなんですか、ね。プレス機が上から下へ落ちてきて、で非加工材を打ち抜くとか曲げるとかそういうことで完了してしまうので、一見すると単純な加工なんですけれど、いろいろやっぱりそこには奥が深いものがあって、ものによっては非常に難易度が高いですね。社長の場合はその奥の深さといいますか、はい、その単純じゃないんだぞってところを売りにされてるんですよね。そうですね、単純な加工ゆえに、海外含めて仕事が流れやすいので、そういう中で流れにくいものって言ったらやっぱり難しいものになりますので、そこをターゲットに、仕事の受注を行っておりますね。一番はね、ちょうどその3年くらい前ですか、はい、よく取り上げられた究極の先端加工ですか、はい、っていうのがその御社の代名詞にもなってるかと思うんですけども、はい、この究極の先端加工というのは一体どんなものですか。究極の先端加工ってうちで ULB 工法って言ってる、その ULB の UL を取ってアルティメット究極って言ってるんですけれど、どんなことかっていうと、先端面がプレス加工で打ち抜くと断面が先端面と破断面というのができるんですけれど、それが先端面がほぼ 100% あって、切削をかけたような綺麗さを持っている、その辺加工のことを究極の先端加工と言っておりますね。普通プレスをするとどうしても、はい、ギザギザってなっちゃう部分が できるんですよね。御社のやつはそれが極端に少ない。少ない、そうですね、はい、ってことはどんなメリットがあるんですか。ギザギザのものをそのまま自動車の部品と使う場合があまりよろしくないので、そこへ後加工として切削を入れるんですね。そうすると当然その工賃分はものが高くなってしまうですが、うちの究極の先端加工だと、その面がもう綺麗なので部品の組み込みに使える、イコール部品が安くなる、そういうメリットがありますね。それがそれ実際にプレスしたもの。そうですね、内側見るとすごくこう鏡のように綺麗になってますけども、これを1回のプレスでやっちゃうってことですか。そういうことです。普通はこういうふうにするためにはプレスした後に磨いたりしなくちゃ。そうですね、一般的にはそうされてると思います。素朴な質問です。なんでそんなことができるようになったんですか。うちがキャッチフレーズで、言ってるんですけども、組成理論に基づいた工法の開発、要はそれを行ったからなんですね。で、それによってその組成理論に基づいた工法の開発で
金型だとかそういったものに対して独自 の, そのセッティングをしまして、でこういった綺麗な面が可能になっております。ですから、まあ、ポイントとしては金型の構造というかセッティングですね。失礼な言い方ですけれども、御社の従業員規模でいうとそれほど大きな会社ではないですね。はい、はい、そうですね。今何人ぐらい？今24名おりますね。そうすると、まあ、いわゆる町のあるそのプレス屋さんというかというような、はい、そうですね、ですよね。でもその会社、御社は自分でその技術を開発した。はい、そうですね。なんでそんなことができるんですか？なんでですかね。小さいからできるんじゃないですかね。規模が小さいから。要は大手さんで研究施設なんか持ってるところとかいっぱいあると思うんですけれど、そこに行くと多分あなたはこれ、あなたはこれって言って、なかなかその責任の所在が不明確になって物が前に進まないんだと思うんですよ。でうちの場合は少人数なので、まあその開発部隊と生産部隊と、まあ、それ以外の部隊があって、その開発に関して言えば、まあある特定の人間がね全部設計からトライまで関わっていかなきゃいけないんで逃れられないじゃないですか。そうするとまあ真剣味が違うというと言い方悪いですけど、もうやるしかない状況に追い込まれてやれるから、こういった技術が開発されるんだ、できる、上がるんだと僕は思ってます。大手じゃなくて、まあ、人数も少ない中でやったからこそできた、うん、そうですね。もう後戻りできない状態、開発予算も限られてるんで、まあ、100万円使いました、うまくいきませんでした、じゃあ済まない会社なんですよ。だからそこにまあ真剣味があるというか、まあ他が真剣じゃないとは言わないですけれど、そこに成功の秘訣があったんじゃないかなと思いますね。あと絵だけ描いて、はいこれやってね、ああダメでしたかって結果だけ報告受けるよりは、実際絵描いたり作った人間がそのまさにその加工されるシーンを見る方がよっぽどその得るものも大きくて、そういったところでも近道ができてるんじゃないかなと思います。